皆さんこんにちは。48ちゃん、柴犬フィッシングチャンネル、ご視聴ありがとうございます。早速なんですけども、皆さんディープタイプってこれね、これフラッシュブーストディープ、ディープタイプって使われてます？普段もうほんとそれはシーズン問わず、春夏秋冬4シーズン使われてます？これ実は僕めちゃくちゃ使うんですよ。めちゃくちゃ使います。その理由っていうのが大きく2つ。一つがこの1本で水深が把握できるんですよ。その釣り場の、水深が把握できる。で2つ目ね、活性の高いイカ、高活性なオリイカがこれ1本で釣れちゃいます。釣れちゃいます、本当に。で、まずこのディープでの水深の把握の仕方、これのやり方ってほんと簡単で、まあとにかくまず投げて底を取るんですよ。で、底の取り方っていうのが、これ1メーターあたり、まあ2秒ないぐらい、 1.9 秒で沈むんですね。で、ノーマルだとだいたい、まあ、3秒から 3.7 秒、ぐらいなんですけども、かなりフォール速度速いじゃないですか。で、その水深の把握、これ投げて、着底までにかかるカウント数、もう本当にそれももう大まかでいいんですけども、を投げて1、2、3、4って自分の方でカウントをしてあげて、で1メーターだいたい2秒で落ちるんで、20秒数えて20秒で着底したら、あ、じゃあここ10メーターなんだっていうような水深の把握の仕方っていうのがまず一つで、2つ目、高活性のアオリイカの拾い方。これは、まあ、実際にこのディープを使って、釣ったシーンがあるので、ぜひ一度これで見てください。どうぞ。はい、これね、もう着底してからしゃくり上げてきてるんですけども、今もうね、一発目から、じゃん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 ってテンポよく探って、で、またこれ底取ってる状態ですね。で、またしゃくり上げてくる、パン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 、で、またステイっていう風な、もう本当にテンポの速い釣りで、ここ釣り場が水深、ほんと4メーター5メーターぐらいなんですよ。でも、じゃんじゃんじゃんってこういう風にテンポよくテンポよく探ってあげるっていうやり方ですね。で、必ず注意しなきゃいけないことが、ドラが緩めにして移動距離を抑えるのと、しゃくった後のステイは必ずテンションホールですね。もうむしろゆっくりさびいてもいいぐらいですね。はい、ここでね、まあ、当たり出てますよね、竿がトゥーンっていうような。で、またしゃくってあげると持っていくっていう状態ですね。でかい、来たー、やっと来たー、でかいぞーはい、いかがだったでしょうか。ちょっと今の動画だとね、わかりにくい方いらっしゃると思うので、補足で説明していくんですけども、まずドラッグ設定ですね。ドラッグ設定はかなり緩めにしておいてください。それはなんでかっていうと、ドラッグをきつめにしてしまうと、エギ自体の移動距離が増えてしまうので、ドラッグは緩めにして移動距離を抑えてあげる。で、しゃくる回数も、もう本当これはお好みなんですけども、3回でもいいし、5回でもいいし、で、7回、10回とか。僕の場合は、かなりこう上にポンポンポンって跳ね上げて、また長いこと、こうピーってホールさせていきたいので、まあ5回から10回、パン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 ってテンポよくしゃくり上げてあげる。で、その後、フォールですね。フォールも、フリーフォールは絶対 NG です。フリーフォールにすると、このエギが、頭下がりでスーンと落ちてくんで、これはちょっと NG ですね。やっぱりテンションフォール、糸を張った状態で、手元にエギの重みを感じながらこう待ってあげる、スーって。そうするとこう落ちるんじゃなくて、こう斜めに、割と斜めの方に落ちてくれるので、この時にイカが抱きやすい
あとは錆びたりすることによってこう割と水平面にキューッとこう放流してくれるんで、その分ね、フォール時間が長くなりますよね。で、またイカが抱きやすいっていうのが、注意点ですね。で、このディープタイプ、もちろんですね、前提としては、やっぱディープって名前がついてるだけあって、水深が深いエリア、15メーター、20メーターとか、まあ30メーターぐらいまでですかね、のエリアで、使用するっていう手もありです。で、あとその他にも、このディープ、屋久島とかのね、あの赤系のアオリイカを狙ったりするときなんかは、結構底中心に、ボトム中心に攻めたりとかもするので、その時にもね、かなり活躍してくれましたし、去年ですね、去年の春、僕のホームの伊豆半島で、4080g っていうアオリイカを釣り上げた時も、やっぱりこのディープ活躍してくれて、することができたんですけども、やっぱりこうやってね、深いエリアとかで使用するっていうのも、本当に手だと思います。でも、それだけではなくて、今回みたいに、水深浅いエリア、まあ5メーターとかね、3メーター、4メーターとかって本当に浅いエリアで、活性が高いイカ、活性が高いアオリイカを狙っていくっていうのにも、本当に効果を発揮してくれるので、ぜひですね、皆さん、これを手に取っていただいて、釣り場で、まず1投目とかに試していただけたらと思いますね。では、この辺で今回は、終わろうと思います。またですね、なんかわからないこととか質問があれば、コメント欄とか、YouTube のコメントでもいいですし、インスタのコメントでもいいので、どちらでもいいので、コメントいただければと思います。で、あとは、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。バイバーイ。